今回は関数についいてて解説していくのだ関係 R が関数であるとは任意の2つの弦について第1成分が同じであれば2つの集合は等しいときであるのだ特に第1成分 A に対して一時的に定まる第2成分を r o f a というのだまた2つの集合 AB に対して関数 R が A×B の部分集合かつ A がユニオン R の部分集合であるとき この関数を A から B へのの関関数数と呼ぶのだ。関数も例に漏れず集合でないといけないのだが簡易的に対応が1位である論理式を関数と呼ぶこともあるのだ次回も関数の定義が続くので見てほしいのだこれでみんなも集合論者になるのだ